ごくそれは相当、バイヤーさん買い付けのバイヤーさん相当頑張ったんだろうなというのはね、ひしと感じますけど、なんだったっけ、そういう意味でね、その付加価値の付け方というところで、で多分ね、この380円ぐらいの商品で売れるものを作るっていうのは、これね、コンビニ業界にとってはね、非常に大きい話になってくるんですよね。っていうのは、コンビニって、確かコンビニエンスストアは、要求単価、要求客単価が、700円なんですよね。確か750が本当の要求のところだったかな、ちょっと、っていう風になってたと思うんですけど、全然ダメだ。全然ダメだ。追っていく。カメラがどんどん追っていく。ああ。なんだったっけ。そう、コンビニはね、客単価の確保っていうのがやっぱ市場目だ。これはスーパーマーケットも一緒なんですけどね。客単価。外食業でいうと組単価のところの話になるんですけど、実はちょっとそこね、スーパー業界、スーパーコンビニ業界と外食業界で実はちょっと単価の取れ方の違いが実はあったりとかするっていうのも、なかなか結構掛け持ちね、その両方の業界掛け持ちしてないとなかなか分かりにくいところかもしれませんけどね。そう、スーパーとかの場合はこういうのも全部客単価って言ったりするんですけど、コンビニも一緒のはずですので、客単価で見たときに、客単価700円を超えるか超えないかっていうのは一つその分水嶺になるみたいな話を聞いたことがあって、今もうちょっと上がってるかもしれません。人件費が上がってるんでね、もしかしたら人件費とかのこと考えると、コスト高のこと考えると、今その分水嶺が客単価800円ぐらいにまで上がってる可能性ありますけどね。なのかなと思います。コンビニの弁当の値段の上がり方とか見てるとね、この700円というよりはもう800円台を求めてるんじゃないかなという感じがします。っていうところで見ると、こういった感じで、高付加価値、な、ところで、いわゆるハイブランドの、に足を含めるところで、コンテンツを作っていくと単価向上につながるんで、特にこれね、スーパー以上にコンビニは、非常に死活問題になってくるんですよね。っていうのは、スーパーって直営なんですよ。まあ、なんで、それね、単価のどうのこうのっていうところ、他のところで調整が効いたり、することができるんですよね。その要はそこで働いている人たちも、スーパーマーケットで例えば、マックスバリューっていう、スーパーマーケットがあったら、そこで働いている人もマックスバリューに雇用されている人だったりするわけですよね。そうすると、そこが一緒なんであれなんですけど、コンビニエンスストアの場合は基本的にフランチャイズ契約なので、そのコンビニエンスストアで働いている人、店長さん、オーナーさんっていうのは、その、オーナーさんの会社ですよね、に雇われているっていうのであって、セブンイレブン株式会社の社員さんではないわけなんですよね。じゃあそうすると、何が違うかっていうと、その採算の儲け方っていうところが、限定がされるわけですよね。だからその商品を売って、その商品の、ところで、出た、その、売上かな、利益かな、まあ、会社によって違うと思いますけど、の何パーセントかを納めて、で、ロイヤリティ料を支払ってっていうふうになると、じゃあね、値段をね、ちょっとね、値下げして売ってね、ちょっと対応しましょうとかって言ってもね、いや、下がっても、それによって利益はドンと減りますけど、ロイヤリティが変わらなかったら、とんでもない、ね、大赤字になっちゃいますよとかっていうような、話になっちゃうんで、そこのところが、フランチャイズの場合は、まあ、ちょっと言い方悪いと、悪い言い方をすると、ちょっと融通が効かない。その点、そのスーパーのフローラーは融通が効く。だからスーパーってお店によって価格が違うということが発生しうるじゃないですか。それをね、イオンなんかはエブリデイセームロープライスって言ってね、
いわゆるウォルマート方式って言われるようなやり方なんですけど、を入れて、いや、どこで買ってもこの値段で安定して安く買えますから、ぜひイオン使ってくださいねっていう、総合的なブランディングを、行おうよっていうふうにしてやってたりするわけですけど、それでも生鮮品とかだとお店によってね、ちょっとこう値段が変わったりとかっていうのが出てくる。だから、ね、ができるのは、逆に言うとできるのは、その、直営だからなんですよね。だからスーパーは基本的にほぼほぼ直営。フランチャイズってまず聞かないですよね、スーパーマーケットで。ですけど、コンビニエンスストアの場合はもう基本的に フランチャイズっていう形ですよね。だから単純にコスト面で考えたら、同じ会社でね、全部一括してやってもらった方がコストは下がると思うんで、その分、原価率が高くても維持がしやすくなるっていうところが あるのかなっていうのはメリットになってくると思うんですけど、まあ一概にね、どっちのが 大正義とかそういうのは正直ないですよね。やっぱ多店舗展開っていう意味で言うと、そういった消防な性の、フランチャイズの方のがやっぱ多店舗展開しやすい。なんで、で、そんな大規模な初期投資がいらないわ。でもコンビニエンスストアゼロから始めようと思うと何百万単位でね、フランチャイズ業もいるし、初期のね、投資、かかってくるわけですけど、多分、かかって1000万とかなんですよね。スーパーマーケットゼロから作るってなったら億単位がかかってきますから、そういう意味で言うと、そんな億単位をね、個人のね、一経営者さんにね、入って負担してもらうのは無理なんで、そうするとやっぱでかくイオンを作るっていうと、でっかいイオンリテールみたいな、でっかい会社とかね、とかっていうような感じのところが、重要になってくるんで、スーパーマーケットはなかなかフランチャイズが少ないけど、そういった、ですから、フランチャイズが多いのは、コンビニエンスストアですよね。あとは、フランチャイズっていうと外食業界ですね。もうフランチャイズが非常に多い。というところ。